青木さん、青木浩二さん。はい。はい。お薬出ましたので、こちら風邪薬と熱冷ましと、あと喉の薬ですね。と食後を3食、30分以内に。どうもありがとうございました。お大事に。はい。お呼びですか、院長。ああ、ひかる君来たか。君、頑張ってるからね。昇進だよ。昇進？うん。今度は何？そろそろ、うん、不調になってもらうかな。不調？本当？本当？本当不調？危ないよ、そんな。倒れるから、倒れるから。ね、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 ちょ。若い看護婦ね、看護婦のあり方というものをちゃんと教えてもらわないと。君が一番若いんだがね。うん、この病院で君はもう不調さんなんだから、うん、不調本当に、うん、いいの、うん、年上の看護婦も自分より若いと思って指導していってもらわなければ困るよ。うん、頑張る、うん、ありがとう。ああ、なんだ、給料も上がるからね。これからもっともっと不調さん院長は仲良くしとかなきゃいけないね。わ、うん、かるね。ということは、ちょっと待って。何？ちょっと待って。そのままだよ。不調さんになったら、うん、新しい看護婦。え、ほんと？何何、見せて見せて、早く見せて。ほら、綺麗な感じ。いや、痛かった。用意したんだよ、ほら。かわいい。これもね。いいだろう。ここで着替えてみてくれや。ここで。うん。わかった。できたよ。うん、思った通りだよ。よく似合うじゃないか。ちょっと